さあこんにちは、森谷のロムスクールの森谷です。本日はですね、タム回しが苦手だっていう人って結構多いと思うんで、パラディドルっていう、パターンを使ってタム回し練習のアイデアとしてね、レッスン動画を配信させていただきたいなと思います。で、一体どういう練習かというと、パラディドルっていうのが、右左右右左右左左なんですけど、こうですかね、タカ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 の、この4のまとまりのタカ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 4拍目にパラディドルにして、1小節で、右スタート左スタート入れ替えるという練習ですかね。ひとまずはスネアでこのパターンをできるようにしてみてください。でできればね、足でリズムを取りながらできるといいですかね。ちょっとやってみると、そのままこの太鼓を1個ずつに振り分けるみたいな、タカ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 、そしてフロアタムまで来たら、左手順になるので、左回りで、スネアに戻ってくるみたいな、こうあんまりこうフレーズの中ではやることはないと思うんですが、タム回しがうまいこといかへんっていう人の特徴として、左がね、やっぱどうしてもこうポジションを定められないっていうね、状態になったりとかもするし、この辺叩いてしまったりとかするし、なんかね、移り変わりですかね、移り変わりでピタッて止まっちゃうっていう人は多いと思うんですね。こう音が切れちゃうみたいな感じの人多いと思うんで、左スタートで左の移り変わりですかね、こう、っていうのを滑らかにしておくと、右スタートでも左が迷わずに叩けられるようになるのかなと思います。慣れたら、トリプルパラディドルっていうパラディドルがあるんですね。これもちょっと一回やってみると、右左右左右左右右左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 左左、これも2発ずつ、太鼓に振り分けるみたいな、こうですかね、こうタカ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 トコ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 っていう感じ、こうさらにですね、3点セットの人とかもいると思うんで、3点セットの方向けのね、練習を次は紹介させてもらうと、右左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 左っていう、タカ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 タタタカ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 っていうポジションで次は練習をしてみます。こうパラディドルっていうパラディドル、右左右左右右左右左右左左、これもまずはスネアでやると、これそのままタムに置き換えて回すと、
勝の手順をまあ、タグ回しに置き換えて、まあ、なんせねこの移動の練習をできるといいと思いますかね。でもしねあのこの移動のが苦手だっていう人はあの同時に一回ちょっと叩いてもらってこう同時に叩くやつを回すっていうのも、まあ、タグ回しの練習としていい練習になりますかね。こうでこのまま交互にして、このポジションをイメージしながらタグ回しするみたいな練習をしてみると、いいんじゃないかと思うので、まあ、ぜひねちょっとタグ回しの、練習のアイデアとしてねパレードをご紹介させていただきましたが、まあ、ウォーミングアップとしてもね、練習をしてみるといいんじゃないかと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。